はい、皆さんこんにちは、あきらです。今日はですね、僕の大人気シリーズ撮影編をねやっていきたいと思います。で、僕らねもう散々ねダンサーを撮ってきたんですよ。だからダンサーをねかっこよく撮る方法をね皆さんにシェアしていきたいと思います。で、今日踊るのは僕とマセウシと今撮ってるボイですね。この3人が踊るので、それをねそれぞれとうまくね撮って皆さんにかっこいいね動画を、教えていきたいと思います。ということでやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず正義からいきましょう。いきましょう。はい、ということでね、まず1本目やっていきたいと思います。まずねパララックスの撮影を行います。パララックスっていうのは被写体をね真ん中に入れて、それを円を描いて囲って、撮影していく方法です。で、これがねあんまり被写体にこういろんな動きがなくても、カメラが動くことによって背景がすっごいずれていったりするので、すごくね特殊なかつ、ダイナミックな動きになります。これはね絶対覚えておいた方がいいです。で、これは画角のね、選択もいっぱいあって、とりあえず 24mm と 35mm でやっていきたいと思います。で、これのねコツとしては、被写体はカメラ目線にならないこと、これが大事です。被写体は、好きなところを向いて踊る、これでいきたいと思います。ということでやっていきましょう。まずは 24mm いきます。よーい、アクション。OK! ということで、これがねパララックス、今見てもらったのが 24mm の広角のバージョンとなっています。次は 35mm でやっていきます。まあ、こういうねズームをすることによってやっぱりね絵が狭くなってしまうので、ブレとか被写体の中心ずれがね結構目立ってしまうので、そこはね気をつけてやっていただければなと思います。ということで 35mm やっていきたいと思います。いける？まあ、これはもう慣れてますいきます。アクション。OK。 今のがね 35mm のバージョンとなってます。で、これの疲れてるで、これのね、注意点というか撮影のねコツとしては、進行方向に対して下半身はまっすぐなので、円を描くときにこうなんですよね。で、それに対して上半身は被写体向けるので、こういう風な、なんて言うやろ、撮影の方法になります。こうね。だから腰をねこう曲げた状態で、ここに力が入るので、腕と腰と、胸がね、なので結構ね腰にきます。だからねしっかりと準備運動とか、あとはストレッチとかね、そういうのを心がけてやっていただければなと思います。以上がパララックスです。ということで次やっていきましょう。はい、ということで、2つ目ですね。これは手持ちで撮影するんですけど、まあボーイがね今被写体をやってくれるんですけど、B ボーイ、彼はねブレイクダンサーで B ボーイなんですけど、ダンサーってね結構上下の動きがあります。で、その上下の動きを手持ちでね撮影するときとかって、こう上下の動きに合わせて落としてあげるとか上げてあげるというような動きをしてあげるとグッドです。で、手持ち撮影の、一番のコツはこれなんで、ちょっとねこのやり方を見ていってほしいなと思います。じゃあお願いします。じゃあ行きます。アクション。はい、っていう感じで、今のね見てもらったら分かると思うんですけど、フロアから立つ瞬間にカメラもクイッて上げたんですね。これを、まあ、ちょっとね細かくは今回合ってないんですけど、これをしっかりと合わせてもらって、それをね事前に打ち合わせといてやってもらったら、めちゃくちゃねかっこいい動作になるんで、これやってみてください。はい、ということで続いてはオープニング映像のね出だしとして、こう地面を吸ってきて、そのまま被写体が登場で、そこからねダンスに入っていく。これね僕よく使うんですけど、結構ねおすすめのやり方です。斜めのねスライドも効かせながら、やっていきたいと思います。じゃあいきます。下から上げていきます。よーい、アクション。
ていう感じで、割とね最初は勢いよく行ってから下体をピッて上げてあげる。そしたらこんな感じでねかっこよく撮れるのでぜひねやってみてください。 OK。 はい、ということで4つ目ちょっとバトンタッチして僕が紹介します。さっきアキヤが僕撮ってくれた時、手持ちで撮ってくれた時ですね。ダンサーの動きに合わせてこう上下の運動を追っていくっていうのあれは広角24で一応撮ってくれてたんですけど、映像の緩急出すためにダンスこう全部は映らないんですけど、あえて50ミリぐらいでこう腰上とか腕とか顔とかにフォーカスして手ぶれがこういい感じに効いてきて、逆にそれはそれでかっこよくなる。でダンスって結構激しいんで、ここはねマニュアルフォーカスで、逆にちょっと外したりしてもそれもアクセントになるんで、まあ、これはメインで使う映像というよりかは間に挟むちょっとした、緩急の映像ということで、ちょっと50ミリの手持ちで正義撮っていきたいと思います。じゃあやっていきます。お願いします。って感じで今、まあ多分これ映像流してもらえると思うんですけど、途中で足移したりしてて、そういう一部分にフォーカスした足元だけ狙ったり、ダンサーって結構足元もすごい面白い動きしてるんで、そういう一部分を狙ったような映像を入れるのかなりアクセントになると思うんで、まあよかったら参考にしてください、はい、っていう感じです。はい、ということで次はですね、オールフォローモードというもので撮影していきたいと思います。オールフォローモードっていうのはこのね斜めの軸までサポートするやり方になります。でこれね別名まあ FPV モードとも言うんですけど、これでね撮影するとマジでかっこよくなります。基本的な成功と垂直のね動きのね概念を全部ぶっ飛ばしてこの斜めで攻めていく、これがねなかなかいい表現なのでやっていきたいと思います。このねジンバルフェイユテック AK4500 っていうものなんですけど、まあ、ロニー S とかそういったものでも可能なのでぜひやってみてください。ピントをね先に合わせておきます。こうかな。で撮影をしていきたいと思います。じゃあ棒いきますか。 OK です。じゃあいきます。お願いします。よーいアクション。斜め はい、ということでまた、今からアキヤのパワームーブですね。ブレイクダンスのこうダイナミックな動きですねを撮っていくんですけど、まあ、映像ってこう、まあ、ダンサーにしろこう被写体がいたらこうその前で結構撮影すると思うんですよね。でもあえてこのダイナミックな動きを映像にさらに立体感を出すためにこう動いてるダンサーのこう横をこう通り過ぎていくようなね、こういう撮影法をちょっとやっていきたいと思います。まあ、これはちょっとダンサーと相談していただかないといけないんですけど、こう一番ねこうダイナミックなシーンに合わせてこうバーンって一番近くに近づくという、まあ、ちょっと難しいんですけどそういう感じでやっていきます。そう決めよう。うん、 OKOK、 それね、それでいこう。はい、オッケー、いいよ。はい、ということでいかがだったでしょうか。この3人ともみんな疲れて結構ねバテバテしてるんですけどちょうど雨も降ってきて、まあ、木でいいところでね終われたんじゃないかなと思ってます。で、まあ、僕らもね結構ダンサーを撮ってて本当に同じチームの人とか、まあ、世界のレベルとかねオールマイティーな、まあ、レベルのダンサーを撮ってきたので、まあ、それもね本当に2年以上僕たちは撮ってきました。それで今この現時点であのベストな撮影の方法をここに詰めたので皆さんの、ね、お役にも立てたんじゃないかなと思っております。でこれは全然ダンサーだけに限った話じゃなくて何かの PV とか MV とかね、うん、ミュージックビデオとか絶対使えるね、まあうん、
いろんなねプロモーション映像とかにも使えると思うんで、そこはね試行錯誤して他のものにも活用してほしいなと思っております。はい、ということで今回のこのねダンサーをかっこよく撮るシリーズ、以上でね終わりとします。ぜひねこの動画が参考になったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで最後までねご視聴いただきありがとうございました。ということでアキアでした。ボイでした。お疲れ様です。マサヤシなし。マサヤシでした。お疲れ様でした。 OK。 ありがとう。